でですね、今日ですね、Ruby 3のプログレスレポートということで、今我々どんな仕事してるかっていうのをご紹介するセッションを、時間を用意していただきました。で、松本さんのキーノートでですね、結構です詳しくですね、どんなことやってるってご紹介あったんで、ごめんよ、重複するところがあると思うんですけれども、まあ、大事なことなんでね、何回も聞いていただければと思います。はい、で早速参ります。ゴールに関してはキーノートでもありました通り3つのゴール、最適解析 と、パフォーマンスの改善、ジットによるパフォーマンスの改善、それからコンカレンシーの話がありまして、この3つのゴールとして挙げられています。で、スタティックアナリシスについて、最適解析について、まず、遠藤さんからご紹介いただきます。はい、こんにちは、クックパッドの遠藤といいます。フルタイムコミュニティやってます。スタティックアナリシスの話も結構さっきの松本さんのキーノートで紹介あったんですけど、改めて説明したいと思います。図があります。さっきなんか松本さんが言った4項目とちょっとずれてるんですけども、まあ Ruby 3のスタティックアナリシスは4つのアイテムを持ちますという図になってます。タイプシグネチャーフォーマットって言ってるのと、レベル1チェッキング、タイプシグネチャープロプロファイリング と、レベル2チェッキングっていう4つです。順に説明していきます。1つ目はタイプシグネチャーフォーマット、これ一番具体的に結構決まってきている内容で、Ruby 3は、型シグネチャーを書くための公式のフォーマット、オフィシャルフォーマットを、提供するという予定になっています。どんなものかっていうイメージというか、まあ、一応多分動くやつだと思うんですけど、あ、かっこ悪いかもな、ちょっとなんか変なとこあるかもしれないですけど、コードがこんな風にあって、それに対しても別ファイルとして、この Ruby コードはこういうインターフェースを持ちますっていう感じの RBI っていう、今は、そういう拡張して考えられているフォーマットが、提供される予定です。で、まあ、松本さんのさっき言ってましたけど、ポイントとしては Ruby のコード自体は、今までの通り型アノテーションが全くない状態で、それに対して外部から与えるというところが、まあ、ポイントであるというふうになってます。まあ、なので、アノテーションは入っていないと主張するつもりです。はい、で、どっかにはあるけどね。はい、並んだファイルとしてあるよというと。で、まあ、Ruby 3 としてはこういうタイプシグネチャーのフォーマットの定義を、まあ、定義して、あとスタンダードライブラリについては、シグネチャーを添付するという予定になっています。これについて詳しくは今日全然説明しないんですけど、3日目の、松本壮太郎さんが、スティープの話をするの で、このフォーマット基本的にスティープの型定義フォーマットがベースになって、いるなる予定になっているので、まあ、そっちの方で説明していただける予定です。で、はい、2つ目レベル1タイプチェッキングって言ってるやつです。これは、何をするものかというと、ライブラリコードについては、まあ、型シグネチャーあっても良いというかあった方が良いんですけども、アプリケーションコードについては、型シグネチャーみたいなものがない状態で、なんとなく、そのノンアノテーティッドなアプリケーションコードをタイプチェックする技術というふうになってます。まあ、これに対して今のところ提案あるのは、僕が今 やってるタイププロファイラーってやつだけが提案されてるんですけど、まあ、なんとなくこういうのを受け取って、型選んだんじゃないのっていうところを警告するものになってます。さっきもちょろっとありましたけど、タイプレベルのアブストラクトインタープリテーションってやつをベースに、作ってる感じです。で、まあ、Ruby コードをバーチャルに、実行するような感じのことをやって型エラーを発見するという内容です。詳しくは、これは今日の午後に僕が発表するので聞いていただければと思います。で、3つ目も、まあ、項目としては別なんですけども、まあ、内容はタイププロファイラーが書かれています。これは何するものかっていうと、ライブラリコード と、シグネチャーとか、あとアプリケーションコードを受け取って、そこからアプリケーションコードのタイプシグネチャーの、プロタイプをする、ものになっています。まあ、語弊を恐れずに言えば型推論みたいなことをすると言っても、まあ、目的としては同じです。まあ、やり方はだいぶ違って、これもやっぱり、アブストラクトインタープリテーションのやつをベースにやるふうになってます。詳しくはこれもちょっと午後のトークを聞いていただければと思います。で、4つ目のレベル2タイプチェッキングっていうのは、これは、割と枯れている、トラディショナルな、型チェックを、Ruby に導入するというやつで、まあ、こっちの方は結構いろんな提案が出てると。3日目に、スティープっていう、松本壮太郎さんが発表するやつとか、すみません、ドミトリーって書いちゃってるけど、ストライプのチームの人たちが作ってる、ソルベがあります。まあ、あと今回発表ないですけど RDL っていうのも、まあ、同じように地図記になると思います。これらはそのアプリケーションに、タイプシグネチャーがあるという前提で、まあ、トラディショナルなタイプチェッキングを適用するというものになってて、まあ、まあ、きっちり
チェックする技術になっています。っていう4つの項目を Ruby3 では備えていきたいというふうに考えていて、まあ、だからエコシステムとして、ライブラリコードにはまあ最初なんとかタイプシグネチャーを用意して、アプリケーションコードは最初タイプシグネチャーがない状態で、タイププロファイラーでまあざっくりテストしたり、タイプシグネチャーのプロタイプを作って、まあ、このプロタイプ間違いがあることが結構あるので、手修正した上でアプリケーションのタイプシグネチャーを作ると、でそれを入力としてきっちりとした、従来手法の型チェックを適用していくっていうような、構成で、を目指していきたいというふうに考えているところです。はい、以上になります。それぞれの時もう一回確認しますと、タイププロファイラーは今日の午後僕が話します。ストライプの作っているソルベは2日目、スティープの話は3日目、まあ、あと3日目のトークはタイプシグネチャーの話も含めてあるはずです。はい、ということで以上です。はい、ありがとうございます。どんどん早口になっちゃうのしょうがないです ね。松本さんどうですか、なんかこうこれだけ、まあ、こういうふうな感じで一応まとめましたけど、とりあえずなんとかなりそうな雰囲気が出たのはすごく嬉しいですね。あとは通訳の人が死んでるんじゃないかと思って心配ですね。はい、はいね、ここまでまとまるまでもう何年かかけましたからね。はい、はい、で次ですね、はい、パフォーマンスの話ですね。はい、ジャストインタイムコンパイラー等によってですね、 Ruby を3倍速くする、3倍っていうのは Ruby2.0 に比べて3倍速くするっていうのを、目標の一つに掲げてやっています。でですね、すごい、ことにですね、国分さんという方がですね一生懸命頑張って MJIT というのを Ruby2.6 に導入していただいております。すでにですね、まあ、皆さん使っているであろう Ruby2.6 ですねを使うと JIT が使うことができる。で、いろいろ書いてありますけれども、それをさらに良くして Ruby2.7 はどうするかっていう発表が今日の、午後メインフォールこちらであるそうです。でですね、C のコンパイラーを使っているとさらに、ちょっと重いんじゃないかってことで、ブラッドによるですね新しい、もっと軽量な JIT のためのフレームワークっていうのを、今回2日目にご提案いただけるということで、ご発表が2日目にあるそうです。はい、という感じでですね、ジャストインタイムコンパイラーに関して、どん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 向上が、あると思うんですけれども、まあ、それ以外にもですね、いくつかのですね、性能 Ruby インタープリターの性能向上に関するトークがございます。一つ目が、浦部さんの、トークで、3日目なんですけれども、バーチャルマシンの、命令を、なんて言えばいいのかな、メソッドを呼び出してその返り値を使わないときっていうのは、まあ、いろいろとそこで、省略ができるので、それを使ってうまいことを高速化しようっていう話とか、あとこれ松本さんの話にありましたけれども、アーロン・パターソン、テンダーラブですね、彼による、コンパクション GC、 コンパクティング GC のご提案ということで、V2 って書いてあるのは、これ Ruby 会議で話すのは2回目だからだと思うんですけれども、その話が今日の午後あるということです。これに関してはですね、今、絶賛デバッグ中でですねこの間入った昨日また入ったんですけれど、パッチが入ったんだけど、ちょっとまた CI でですね結構バグがあって一生懸命直してるという、今直してるんじゃないかなと思います。はい、で最後私の発表が午後にあるんですけれども、Ruby のインタープリターを Ruby で書くともっと速くなるんじゃないかっていう話を、ご紹介します。はい、パフォーマンス松本さん何かあります？なんかこれだけ出してどうっていうのもあるんですけど、いやまあこれらの話を聞いてもらうのが一番いいと思います。うん、こうしたいとかっていうのは特には、まあこれをこういうのを粛々とやってって感じですね。粛々とやってほしいですね。やっぱり早くなるに越したことはないので、はい、そうですね。はい、でコンカレンシーですね。で今回の Ruby 会議でコンカレンシーの話がですね、松本さんのキーノートが多分一番詳しかったんじゃないかと思います。なので、Ruby3 っていうのはこうなるんだっていう夢が膨らんでいるところではないかと、今皆さんの中で夢が膨らんでいるところではないかと思います。で、ギルドの具体的な話は今回しないんですけれども、そもそもギルドっていう名前がどうかっていう話はさっきのキーノートでありましたけれども、それは置いといて、実装方法として、今の Ruby MRI をですねそのままギルドに対応するといろいろしんどいので、なので、いろんな高速化に紛れてですね、C の API を全部変えちゃおうっていうのが私の裏のミッションとしてありまして、そういう話が、その Ruby のインタープリターを Ruby で書こうみたいな話を
の中でご紹介する予定でございます。それからオートファイバーですね。もともとはですね、オートファイバーっていうのはエリック・ウォンっていう方がやろうやろうって言って実装までしてくれた機能なんですけれども、今回ですね、サミュエルさんがですね、今日の午後のご発表でファイバーをどんどん使うといいよねっていう、ファイバーを使うことでですね、スケーラビリティを上げるっていうのをですね、いろいろ試していって、でさらにですね、 Ruby 3ではこういうふうにすると、ファイバーの API こういうふうにするといいんじゃないかみたいなことをですね、今回ご提案いただけるということで、ご発表の中で、こういう話があるということです。次、で Ruby 3のゴールの3つの話は、まあ、こんな感じでご紹介した通りでいろいろと進めているんですけれども、他にもいろいろあるのでご紹介したいと思います。で、まあ、松本さんの話にありましたパターンマッチですね。パターンマッチが Ruby2.7 の、開発版に、コミットされたので今皆さんの中で、ご利用いただけるというところです。ね、パターンマッチ欲しい、パターンマッチ欲しいっていうのをですね、いろんな方が言っていて、私も欲しかったんだけれども、辻本さんという方がちゃんと仕様にしてまとめてくれました。で、パターンマッチの中で結構ですね、聞いたことのない機能がいくつか入っているので、結構面白いものになるんじゃないかなというふうに思います。で、こんな感じで、まあ、これパッと見て、あ、分かりやすいですねっていう人なかなかいないと思うんですけれどもこれなんか遠藤さんが確かパターンマッチ のチャレンジとして作ったのかな、試すために作ったんじゃないかと思うんですけど、はい、こんな風に書けるって嬉しいねみたいな、よく赤黒ギですね、赤黒ギの、プログラムってパターンマッチのある言語だと簡単に書けるっていうのが知られているので、それを試されたということかなと思います。で、これも私が話で出したから KO1 って書いてあるんですけれども、なんていうんですかね、ハッシュのネストとかからパッとですね、値が取れるとかですね、そういうなんかすごいそのちょっとしたことなんですけれども、きっと欲しい機能ですね。 DIG とかありますけれども、 DIG よりはもうちょっと高機能な感じで取れるとかが便利なんじゃないかなと思って、それを、そういうのも使えるんじゃないかと思います。で、この気になるパターンマッチのセッションは本日の夜、17時からあるということで、楽しみにしていていただければと思います。はい、次ですね、はい、柴田さんお願いします。Ruby Gems とバンドラーの話。おはようございます。フルタイムコミッターではないんですけど、フルタイムコミッターぐらい頑張ってる柴田です。本当に本当に、私は RubyGems とバンドラーとか、あと、Ruby 本体の方にマージみたいな作業をやってまして、ですね、 RubyGems とバンドラーが一緒になるらしいと噂が出て早5年ぐらい多分経ってると思うんですけど、まあ、少しずついろいろ頑張っておるぞという状況です。で、バンドラーは、RubyGems の方にマージしていこうと思っていて、でバンドラーというもの自体は、まあ、徐々に消滅していくみたいな道筋が大体できています。で、Ruby 会議に合わせてバンドラーチームの、コアメンバーを3人4人くらい、呼んでいて、で昨日一緒にミーティングをしてガッて決めたんですけど、リポジトリ今バンドラーと RubyGems、RubyGems っていう2つあるんですけど、バンドラーの方を RubyGems のオーグの方に全部持ってって、でリポジトリもバンドラーを RubyGems の中に突っ込んで Rails っぽくしていくっていうのを昨日も決めました。で、まあ、近々そういう風になっていくと思います。なのでもし何か不具合があったら RubyGems の方のリポジトリにイッシュ出したりパッチ投げてもらえたらピッて治っていくっていうような感じで、皆さんもいろいろやりやすくなると思います。で、なんかマージこれバージョンとそれぞれのリリースラインを書いてるんですけど、めちゃめちゃ複雑でなんかすごい大変なんですけど、細かい話は、僕の発表が、2時、セカンドデイって書いてるけどこれ嘘で、サードデイで、3日目の午後に発表するんで聞きに来てください。で、あとですね、ここに立ったのは非常に重要なお知らせとお願いをしたくてここに来ています。ですね、ここ昨今 RubyGems.org、 RubyGems の配布元ですね、配布サイトに対して、アカウント乗っ取りの攻撃が多発しております。多発しております。これもう実際に被害が出てます。で、例えばブートストラップサスというツイッター社が出しているジェムが乗っ取られました。で、RCE リモートコードエクゼキューションのコードを挿入されて新しいバージョンのジェムがリリースされたというのが、事件があります。で、
これを防ぐためには皆さん自身が、アカウントにマルチファクターオーセンティケーションの設定をする等々の、あとはパスワードを使い回ししない、あと短いパスワードを使わないみたいな、こうすごい基本的な対策が必要になります。で RubyGems.org の方で、まあ、僕もいろいろやってるんですけど、配布元の方でできることは意外となくて、皆さん自身が対応するということが非常に重要になります。で、僕は今ここにホールに鍵をかけて設定するまで出さないみたいな感じのことをやりたいんですけど、ぜひ今すぐですね、スマホでもマシンでもいいので、ご自身のアカウントにこの RubyGems.org のサイトの、設定画面の右上からダッシュボードに行ってアカウントアップデートみたいな設定を選ぶと、マルチファクターオーセンティケーションという項目が出るので、そこで設定をぜひしていただきたいです。してますか？今お願いしますよ。はい、ではこういう感じでちょっと RubyGems の、 そのライブラリの世界も皆さんの普段の努力でこう安全で安心な状態にしていきたいと思ってるんで、まあ、こういうことの活動であったり設定もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 RubyGems があっての、ね、Ruby のこれだけの、ね、繁栄っていう感じがするので、ぜひこのエコシステムのためにですね、ご協力いただければと思います。それからですね、他の改善としてはですね、糸柳さんによってドキュメントと IRB みたいな、ああいう実行環境との、インテグレーションをもっとうまくして、例えば IRB からパッとドキュメントが取れるとか、まあ、そういうのをですね、いろいろ開発されているということで、その発表が、今日の、午後あるそうです。はい、それからですね、これまでですね、こういうセッションが Ruby 会議の中であるよっていうご紹介だったんですけれども、今度はですね、Ruby 会議の中でご紹介、発表する人がいない内容をしゃべるという、ところになってきまして、で、まあ、これ松本さんがね、いくつか今回 Ruby3 でやるって言ってたんだけれども、やらないことにしたわっていうのをご紹介されてたんですけれども、そういう話とかをね、ちょっとやっていきたいと思うんですけれども、まずフローズンストリングリテラルとか、ハテナクエスチョンによる文字列リテラルとか、バッククォートは、バッククォートによるプログラムの実行みたいなのはオーソリートにしない するかもと言ってたけれどもしないということですね。はい、あ、ね、松本さん喋っていただいていいですよ、適当に。はい、しません。はい、ね、これ互換性のためですよね、きっと。メインはそうですね、過去に動いてたプログラムがダメになるのは避けたいっていうのが一番大きかった理由ですね。なんか互換性に対する立場がだいぶ昔と変わった感じがしますね、松本さん。そうですね、ここ数年割と互換性って言ってますね。怒られたから。怒られたのはもうだいぶ前、10年ぐらい前なんだけどね、うん、怒られ それからまたラグがあるんですよ、うん、そう、心に頭蓋骨を突き抜けるまでそれぐらい時間がかかったということでなるほど、はい、だから5年間言い続けないとダメってことですねそれからシンタックス、オブジェクト、メソッドオブジェクトを取り出すためのシンタックスが、まあ、現状ドットコロンという形で、トランクには入っている。はい、ですね、これまだ嫌い、まだ好きではない、いまいちこのなんだろう、なんかこう、なんか照明みたいな、こう3つの点なんか三角形みたいな、ね、思うときはある、はい、どういうノーテーションがいいのかっていうのを延々と議論している感じです。それから、ナンバードパラメータはちょっとスライドがあるので、まあ、松本さんの発表にありましたけれども、上と下の行が全く同じ意味になるということで、まあ、見た目がどうかとか、ね、セマンティクスとしてどうかみたいな話で今すごい盛り上がって議論しています。いや、こっちの方がいいとか、いや、そもそもこんな機能はいらないんだ、なんかクリプティックに暗号っぽくなっちゃってよくないんだみたいな、そういう話とかありますね。ちなみに i カンマって書いてあるんですけども、これ i とだけじゃなくて i カンマなんですよ、という違いとかね、分かんないですよね、多分大体の方ね。と、あ、違うんですよ、これ I と I カンマでとかで難しいですね、この仕様なんとか、そういうのでね、松本さん的にはこれは、現状で言うと、うん、まあ、これ欲しかったのは確かで、結構プログラムの中で、まあ、上みたいになんか I
受けて愛だけ返すみたいなのって結構あるので、そういうのをなんとかしたかったっていうのはありますね、はい、うん、でなんだけどアットマークはインスタンス変数だろうって言われたらはいその通りですっていう感じなので、あとツイッターで書きづらいとかなんかありましたね。あ、なるほど、ツイッターで書きづらい、それは初めて聞いたわ、うん、確かにアーロンが言ってましたよ。なるほど、うん、ツイッターで書きづらい、アーロンがツイートしてたんだ、はい、アット1って人いるのかね、なんかフリあの予約されてるらしいで、うん、予約されてんだ、はい、まあ置いといて、まあ、いろんな議論があるということで、もしかしたら全部入んないかもしれないっていう可能性もある、ある、うん、ある、まあ、本当議論次第です。で次ですね、ここからが長いんですけれども、キーワード変数引数の話、はい、また遠藤さんお願いします。はい、また遠藤です。さっきの松のキーノートでもありました目玉となる日ご飯の予定の Ruby3 の目玉日ご飯キーワード引数の変更なんですけれども、まあ、端的に言えば、キーワードアーギュメントっていうのは今はその普通の引数の一番最後に渡されているハッシュオブジェクトっていう形で意味論上は渡されているんですけども、そういうややこしいことをするのはやめて、キーワード引数っていうのをまた別のチャンネルとしてきれいに分けましょうという提案をしています。つまりキーワード引数、今までその最後にハッシュオブジェクトを渡すっていうのができてたんですけども、それをできなくしてこんなふうにキーワード引数として渡す場合、もしくはハッシュオブジェクトを OK で渡すんだったらこんなふうにダブルスプラットとか言うんですけど、星星っていうのを書いて、ハッシュを渡す、今まではこの星をしなくても渡せてたんだけど、それをやめようという。で受け取る方も同じように、なんとなく、普通の引数として受け取れてたんだけど、それをやめて受け取る側は、K コロン42みたいに書いたり、もしくは同じようにダブルスプラットで受けるようにしましょうという提案をしています。で典型的に動かなくなるケースとしてはこれですね。ハッシュオブジェクトに一旦キーワード引数として渡したいものを入れて、最後の普通の引数として渡すと。で、それを受け取る側としてダブルスプラットで受けるということをすると、このコードは、2.0 とか 2.x では動いてたんだけども、これを動かなくするようにしようという提案になってます。どうすればいいかっていうと、まあ、そんな難しくなくて、ダブルスプラットを明記して渡すようにすれば良いというものです。大丈夫ですか、みんな自分のコード動かなくなると思いますかね。これが、一つ書き換えてもらわなきゃいけなくなるケースなんですけれども、原理的に言うと、こっちも本当はダメになるんですね。こんなふうに、キーワード引数を渡しているものなのに、受け取り側で、オプション引数として、デフォルトからのハッシュにしているっていう、これも、さっきの、原理的に言ったら本当はダメなんだけども、これは本当に非常に多いということが分かったので、ちょっと残念ではあるんだけども、ここは、2.0 の互換レイヤーとして残そうかなという方向に今は議論が進んでいるところです。本当はダメにしたいんだけど、できなさそうと。で、まあ、どうしても個人的には推奨として、こんなふうにオプション引数を無理に使うんじゃなくて、受け取り側でちゃんとダブルスプラットで受け取ることができるので、こういうふうに書いた方がいいんじゃないかなと僕は思っています。っていうような変更を、入れる予定。なんか結構いろんなケースが動かなくなるような気もするんですけど、まあ、そんな変更を予定しています。時間が結構あるんで、じゃあちょっと背景とかも説明していきます。なんでこんな変更を入れたくなったかっていうと、2.0 のキーワード引数ってはっきり言ってバグってるんですよね。なんかすごいいろんな変なケースがあってですね、まあ、ざっと3つにまとめてるんですけども、キーワード引数を、付け加えるキーワード拡張というのが常に安全にはできない。それから、キーワード引数を、明示的にデリゲーションするコードがうまく動かない。あと、なんかいっぱい直感的に動かないケースがあるっていうのをちょっと順に説明していきます。一つ目の問題なんですけれども、ここでちょっとキーワード拡張という言葉を使っているんですけども、これは、キーワード引数を受け取ってなかったメソッドにキーワード引数を足すっていう、拡張することをそういうふうに呼んでます。例えばこういうコードを考えてみるといいんですけども、まあ、簡単にマイプッツっていうメソッドを自分で作っていて、可変上引数を受け取っていると、それをそのままプッツに流しているだけのコードです。で、これはプッツに呼んでいるので、デフォルトで標準出力に、出るんですけども、その標準出力かどうかっていうのを設定できるように拡張したいと思ったとします。で、まあ、キーワード引数使おうと思ったらこんなふうに、例えばアウトっていう、キーワードを使って、まあ、デフォルトは互換性を保つために、標準出力ですね、受け取るようにすると。でそれに対して、アウト.プッツっていうふうに
するようにすると。で、これをキーワード拡張というふうに呼んでいます。で、このキーワード拡張できると思うんですけれども、残念ながら、既存の呼び出しが動かなくなるケースがあると。これがまさに動かなくなるケースですね。myputs っていうのに、ブレース省略して、稽古の42っていうのを渡していると。で、2.0 ではこれはただのハッシュ引数を最後に渡したっていう意味になるので、この可変長引数に唯一の、要素としてそのハッシュが渡されてくると。なのでそれをプッツして、こんな風に出てくると、出力がされるという動きをしていました。で、残念ながらこの呼び出しがこのキーワード拡張をすると動かなくなる。何になるかというと、アンノーンキーワード K っていう風に言われてしまうようになるんですね。なので、もともとこういうふうに動いてたメソッド呼び出しがキーワード引数を出すっていう拡張しただけで動かなくなってしまうという、残念な問題があるというのが一つの問題でした。で、キーワード引数を分離するっていう提案が、完璧に採用されていればこれは完璧に直ったんだけど、ちょっと後で説明します。これは完全には直らない、はい、2、3分と言われてしまった。2つ目の問題ですね、ざっと流してみます。異常するコードがあるんですけれども、なんかこのように引数をガッと全部受け取って、すみません、他のメソッドに渡すっていうケースがあるときに、キーワード引数も受け取るって分かってたら、キーワード引数もこんなふうに異常しようと思うかもしれない。ですけど、残念ながらこのコードって動かないことがあるんですね。例がここにあるんですけど、ターゲットのメソッドが可変長引数を受け取る。異常先ですね、異常先のメソッドが可変長引数を受け取るとしたとき、その異常先のメソッドを直接からの引数で無引数で呼んだ場合には可変長引数に、何も入ってこないのでからの配列が渡ってくる。なんだけれども、その異常するメソッド経由で呼ぶと、この KW っていうのはからのハッシュになると。でからのハッシュを渡すと、これがただの引数っていうふうに見なされるので、こんなふうに可変長引数の中に空のハッシュが湧いてくるという現象が起きるということで、異常をするときにキーワード引数を明示的に渡すと、意味が変わってしまうというケースがあったという問題もあります。で、3つ目ですね。これは、いくつか、変なケースっていっぱい作れるんですけども、典型的に怪しいケースで、これ今の皆さんの 2.0 とか 2.6 とかの実際の挙動なんですけれども、メソッドがオプション引数を受け取っている、さらにキーワードレストも受け取っているというときに、こういうふうに渡した呼び出しがあったとします。何を期待しますかね。多分これがキーワード引数に入って、これがオプション引数に入るってみんな思うと思うんですけども、残念ながら今の動きはこういうふうに出てくるんですね。オプションが42になる、なぜだって感じなんですけども、こういうふうに書いてる、やつは何も指定しなかったのと同じだろうというふうにパーサーレベルでこれを情報を落としてしまって、でそしたら今度はこれがキーワード引数として解釈されるんですね。ここにあるやつが KW として解釈されて、そうするとオプトは指定されてないっていうので、42っていうのが出てくる。はっきり言ってこんなふうに完全に 2.0 のキーワード引数はぶっ壊れてるんですよ。ひどいよね。作ったの遠藤さんだよねこれね。作ったのは僕なんですけど、ぶっ壊れてるっていうのを整理したいんだけれども、なかなか互換性があって完璧にはちょっと直しづらいっていうのがあって、キーワード引数、拡張っていって最初のやつはちょっと完璧には直しにくいんだけども、最初の提案で、割といろいろ整理されると。で、あとプログラム2プログラム3っていったのも、キーワード引数を分離すれば治るはず。ちょっとだけ最後これちょっとだけね、キーワード引数、キーワード拡張って言ってたやつを、さっきのように素直にやるだけだとちょっとどうしてもダメなんですけども、アウトを拡張した時に、レストキーワードも受け取って、それが空でなかったら可変長引数の最後に書き戻すっていう、ちょっとあんまり綺麗とは言い難いんだけど、こういうことをすれば、一応互換性がまあまあ保たれるように書き換えることができるだろうというのが、3つ目の提案になっています。オプトイコール空ハッシュって受け取るやつを、禁止すればこれもなんかなくせるんだけども、ちょっとそこまでは難しそうというので、互換性が厳しそうというので、今のような提案になってます。はい、ちょっと最後書き足になりました。まとめると、はい、Ruby2.7 ではなんか、これまでとは違う挙動になると、警告が出るっていいですか。どうなるんですかねっていうのは、まだマイグレーションパスをきちっと決定はできてないんですけれども、 Ruby3 で動かなくなるだろうコードを、動かなくなるような挙動に頼っているコードを、2.7 で走らせたら警告するようにはしたいと思っています。その警告を見て、なるほどこれ動かなくなるんだっていうので直してもらうっていうのが、Ruby3 になると、動かなくなる。それが Ruby3 になると、これまでの なんとなく書いていたキーワード引数が動かなくなるので、これから注意しましょうと。注意しましょう。どう注意すればいいかっていうと、警告が出たら直せばよい。警告が出たらやばい 3.0 で動かなくなるっていうふうに焦ってもらえればと思います。はい、はい、ありがとうございます。以上です。
はい、でこんな感じでですね、いろいろとやってるんですけれども、何書いたかというと、なんかオープンソースソフトウェアの開発ってあんまり会議するイメージないんですけども、なんか今年すげー会議しててですね、これ並べてみたんですけれども、ちょっと日本語で恐縮ですが、松本さんとリモートでですね、なんかずっとやって、これキーワード引数どうするんだ、本当キーワード引数の話すごい辛くて、遠藤さんが辛くてすごい頑張って、1月とかずっとパワーポイント書いてたんですよね。なんかコード書かないですごい、それだけなんか力入れてるんで、まあ、頑張ってますっていう、頑張ってますアピールをしました。はい、でそれからですね、リリースの話です。Ruby 2.6.3 っていう Ruby 2.6 皆さんが使っている安定版の、最新バージョンが出ました。つい、今日出ただっけ、今日昨日今日、はい、今日出たということで、ぜひアップデートしてください。目玉としては令和対応ということです。ユニコードの新しいバージョンにですね、令和の文字が入るということで、それの対応をされたということです。それから Ruby 会議の会期中に Ruby 2.7.0 プレビュー1をリリースしたいというふうに聞いておりますので、出たらぜひ試してください。なんかいろいろと今日出た、もうコミットされたよっていう話がコミットさ、そのままリリースされる予定です。まあ、もちろんですね、プレビューなので、そのまんまこの仕様が保たれるわけではないので、ぜひですね、これがいいこれが悪いみたいな話があったら、ぜひご指摘いただければというふうに思います。はい、それからですね、クリスマス2019年が出て、で来年ね 3.0 出るといいですね。松本さん本当にね頑張りましょう。頑張りましょう。でですね、質疑応答、質問とかある方はですね、ぜひですね、Ruby コミッター vs. ワールドという3日目のですね、朝にですね、ここにコミッター集める、座ってもらうセッションがあるんで、そこでですね、質疑応答させてもらえればと思います。で、一時聞いてると大変なんで、このフォームでですね、お寄せいただければと思います。はい、いいですかね。適当に誰かツイート流していただければと思います。はい、というわけで、まあ、いろいろやっております。Ruby 死なないように一生懸命頑張ってるんで、ぜひですね、これからも Ruby で、プログラミングを楽しんでいただければと思います。どうもありがとうございました。